さあ開幕、いきなり投げでぶっ込む。下段はしっかりガード。投げが通る。このリードを広げるか。じわじわとじわじわと差が広がっていくが、メアも火力は高い。サイドの投げが入る。ライフで追いついた。あと一発圏内、下段は届いてしまう。さあ1ラウンド目取ったのは成田がメア。ここで両者ゲージ1本ずつ溜まる。さあ速打出てるルナ。置き攻めが全部入る。1ラウンド取り返して 1-1 の3ラウンド目出し切った。ジャスガで攪拌。ちょっとコンボ安い。エースラビーが機能する。エースラビーが機能している。セルバンテスルナが先にリーチをかける。下がりから価格が痛い。さあ置き攻めを回避して浮かせる。攪拌。これはガードして攪拌。投げが通る。はい、台を叩かないでください。あのコンパネには優しくしてください。はい、お願いします。自分の台を叩いてください。叩くなら浮かせが入った。置き攻めが続く。さあでかい中段をねじ込んで、さあこの有利を生かしてインパクト合戦が、一回仕切り直しになった。追いついた。しっかりガード読みが冴えてる。ダイバンは控えてくださいね。ダイバンはやめてください。エキサイトするのは分かりますが、ダイバンは控えてください。次やったらぶん殴っていいから警告はしたぞ。成田かが1試合目を取りました。ルナが選んだステージはやはり無限。ナスティさんですよね。アメリカ帰っちゃうんですか、ナスティさん。投げが通って、じわじわと、じわじわとライフ減っていく。もうちょっと、あとは多分20分。成田がセルバンテスを追っ払う。浮かせが入ってしまう。一発圏内まで行った。これさっき見た、さっき見たことある。下段が届いてしまう。1ラウンド目先取したのはナイトメア成田か。でかいのが入った。ゲージが赤くなってきたルナ。ゲージが赤いままスカ角しっかり、でかいのが入る。これがセルバンテスの怖いところ。割れた。まあ、できれば割りたくなかったかもしれませんが、相手がセルバンテスですからしょうがないですね。ガークラゲージがラウンド継続なんですよね、このゲーム。多少回復はするんですけれど、基本は継続する感じですね。さあルナが一気に押し切って1ラウンドを取り返す。
投げが入る、投げが入る、置き攻め、投げが入る、置き攻め、さ追っ払う、近づいて投げる、下段は読んでいた。おー出たー、ダークレコンキスター、当て身でしたっけ、ですね、相手が攻撃を出してくると